はい、お疲れ様です。本日は12月の9日、 エアマックス95イエローグラーで発売まで残り8日ですね。やりました。今日は特段いろいろ確認しましたが、情報は出てませんでしたね。なので情報を提供するものがないんですけども、一応カウントダウンしてますので動画を作ってみました。今日自分が見てて気になったのは、ナイキとトロフィールームのダブルネームのジョーダン1シカゴがかっこいいなと思ったのと、あとは、アンブッシュのウェブ抽選始まってるっていうところが、今更ながら気がついたので、この抽選には私も参加したいと思います。もし私当選しましたら、チャンネル登録されている方にどうぞお譲りしますので、当たった場合はまた動画作ります。あれですね、年末にかけてかっこいいのでいっぱい出てますね。もう、モアテンもちょっといいなって思いつつ、特にこの自分はやっぱトロフィールームとナイキのジョーダン1、来年ですけどもかっこいいなと思いました。ジョーダン1、あと今日はあれですね、ナイキのダンク発売したんですね。黄色と黒の、やっぱり自分の中でダンクってどうしても95年96年ぐらいにターミネーターと同じ感じで流行ったからですね、ダンクだけ流行ってなんでターミネーター流行んないんだろうなんて思ってしまいますね。特に自分はエアバースト2っていうスニーカーがすごい好きだったんですけど、分かる方あんまりないですかね。バースト2のトリコロールカラーとかすごいかっこよくてめちゃくちゃ欲しかったんですけど、当時やっぱり私も学生だったので買えずで、プレネ多分4万ぐらいついてましたよね。でチャンスがあればソウルスワップしたいなと思って、闇市場、ヤフオクとかメルカリで見てるんですけど、やっぱなかなか出なくて、出たらですね、出ててもだいたい3万4万当たり前ぐらいな、でそこからドナー探してってやるとかなり費用かさんじゃうので、もう早く復刻してくんないかななんてずっと思ってるんですけど、やっぱ当時フットスケープだったりですね、あとは、ジョーダン11とかもすごいかっこよかったんですけどね。今あんまりジョーダン11、若い人はあんまり好まないんですかね。ジョーダン1のブルーズとか調子かっこよかったんですけど、今日はいい情報ありませんでしたが、また明日ですね、何かあれば更新いたしますので、何もなくても更新いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。